蘇合、西部西部の店舗一覧西部船橋店西部、船橋店は、かつて、千葉県船橋市本町に所在した、蘇合、西部うにへの日本の百貨店である。西部百貨店多店舗化の一環として1967年9月22日に、開店した。船橋駅北口に位置する、東部百貨店船橋店に対し、当店は南口に位置する。 当時の周辺には高層ビルがなく6階建ての海の見える百貨店をキャッチコピーに掲げていた。本館とロフトが入店するロフト館の2館で構成され、東部百貨店に次ぐ地域2番店であった。本館は京成船橋駅に直結する船橋フェースビルと地下道で接続していた。1977年に増築して10階までフロアを拡張した。 1979年に池袋にあった西部美術館の姉妹館が店内に設けられたが1996年に閉館した。最盛期の1991年度は売上高551億円に達したが駅と直結する東部百貨店船橋店やララポート東京米2012年4月に 隣駅の東部の打線新船橋駅前に開業したイオンモール、船橋などと競合し、2016年度の売上高は169億円と、ピーク時の3割まで低迷し、2010年から8期連続で営業赤字となっていた。2018年2月28日に、西部とロフと共に営業を終了した。跡地はマンション、公共施設の複合施設化を検討している。 ありがとうございます。